エヴァコラボ来たー。どうもよかちせもちゃんのです。今回はですね、妖怪ウチプニプニとエヴァンゲリオンのコラボ、こちらご紹介していきたいと思います。去年もあったんですけど、今回で第2弾ですね。やばいやんか。今年最後のイベントがエヴァコラボとかやばすぎんやんって感じなんですけどね。で、今回トピックス4つかな。まずキャラクター、気になるキャラクターよね。で、さらにどんなイベントなんていうところ、さらに抽選でトリプルゼータのシンジ君もらえるぜっていうそのキャンペーン。で、さらに4点目、ログインでもシンジ君もらえんでというね、この4つ見ていきたいと思います。レベル5の公式のお知らせでもね、こちらございます。ババーン、めちゃくちゃワクワクするやん、やばいやん。これまあ言ってみたら映画のね、劇場版のエヴァンゲリオンとのコラボレーションって感じですよね。そう、シンジ君がこうね手挙げてますけども、これ映画の時のね過去かなと思います。前作、映画前作は僕ね見てないんやけれども、あ、こういうキャラおるなーみたいなのは知ってます。劇場版確かね、このジョハ Q、 そしてシン・エヴァンゲリオンってね、全部で4部作かな。マリもアスカも白のプラグイン来てんだよね。これめちゃくちゃええやんけ。前回のエヴァコラボと今回のコラボレーション足してキャラクター合計ね20体ぐらいはいるみたいなんだよね。やばすぎる。で、今回初のプニカとなるのがこちら、シンジ君のパパのゲンド、そして、ミサトさんでございます。ミサトさんね、なんかこう、メガネみたいなのしてんだよね。映画の時こういう格好してんだよね。シンジ君が、こう、目をパッと開けると、なんか、飛行機かなんかの乗っとって、で、ミサトさんがこういう格好してんよね。周りがみんな変わってしまっているっていう。今回、トリプルゼータ確定しているのが、シンジ君ね。多分もう一体ぐらいトリプルゼータおるよね。ゲンド、ダブルゼータか、Z ぐらいじゃねえって感じなんだけど。で、僕の予想ではこれもしかしてさ、カオルくんトリプルゼータじゃねみたいな。今回カオルくんが全く紹介されてないんだよね。だ、絶対カオルくんは出てくると思うんだけどな。で、今回 PV が公開されてるんですけど、なんとキングクリームソーダが替え歌歌ってんだよね。やばい。ゲラゲラポーの感じで、エヴァエヴァとコラコラボーみたいな。もうめちゃくちゃ豪華やん。キングクリームソーダ PV 出してくん、やばいやん。ではですね、PV 見ながらどんなキャラ出てくるのか、どんなイベントなのか、チェックしていきましょう。まずこちらですね。もう早速マリちゃんにアスカちゃん出てきて、アスカもさ、眼帯なわけよね。映画の時そうなんだけども。Z ランクとかダブルゼータなんかな。前回も確かおった気するけども、なんかね、スーツが変わってる感じかな。で、必殺技もさ、どんな感じでニャ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 とか、こいつらマジうざいんだけど、みたいな感じかな。白のプラグスーツがね、めちゃくちゃ可愛いよね。エヴァと共に必殺技、めちゃくちゃかっこいいやん。そしてこちら、ミサトさんに、カジさんだよね、これね。ミサトさんの、まあ、いわゆる元彼かなと思うんだけど、カジさんも登場します。え、カジさんも初プニじゃね？初めて見た気するんだけど、強いんかな？ミサトさんもさ、アニメの時とかだったら、そんなね、なんか、ゴーグルとかつけてなかったと思うんだけど、なんかこう、司令官みたいな、そんな感じになって、めちゃ、帽子まで被っちゃったよね。で、さらに必殺技がこないな感じ。わ、すごいすごい。これ、確かさ、ブッダちゃうかったっけ、乗り物ね。ミサトさんの後ろ飛んでるやつ、ブッダ、出動せよみたいな、そんな感じちゃうかったっけ。めちゃくちゃいかつい乗り物なんだよね。で、カジさんの必殺技は、後ろ振り返りの、何全然わからん。カジさんの必殺技全然わかんなかったな。そしてこちら、使徒だよね。この使徒何なんだろうな。で、さらに、ゲンドウってことで、シンジ君のパパなんだよね。なんか映画だと、これ目がなんかようわからんことになってんだよね。で、パパの必殺技もフリーズ刻み。目からビームみたいな感じ。目からブイーブみたいな。で、使徒かなと思うんだけど、これは。なんとか上単獣人っていう必殺技な。なんかさ、ジバニャンとエヴァンゲリオンが合体したようなコラボキャラとか作ってくれてもええんやけどなって感じですけども。やっぱり主役はね、シンジ君ということで、今回もね、何パターンかシンジ君出てきそうな感じでしょうか。で、こちらがですね、おそらくログインでもらえるシンジ君ですね。体操服姿。体操着着てるシンジ君なんでね、なんか目がめっちゃうつろなんだけど、どういうこと？え、なんかドッジボール嫌なんだけど、みたいな。僕ドッジボール嫌なんだけど、みたいな、そんなの感じなんかな。なんか、表情めっちゃ冴えないよね。で、シンジ君の必殺技が、あ、なんだよね。短、あ、みたいな。
からのなんだろうね、どういう必殺技出すんだろうかって感じだけど。で、マップがこちら、エヴァンゲリオンコラボのマップとなってます。めちゃかっこいい。何これ。赤いんだよね。どうなってんだこれ。劇場版の背景になってんすかね。そしてですね、この左上のキャンペーンよな。スペシャルコイン、ZZ ゲットしようってなってるんで、これお帰りキャンペーンじゃね？いや、お帰りキャンペーン今回やるんかもしれないですよね。久しぶりにプレイしたら、なんかいろんなコインとか褒美もらえるみたいな。そんなやつちゃうん。で、イベントクエストがあって、これを全部クリアしたら超ニャンボコインもらえるのかなみたいな。で、さらにこちらですね。イベントで出てくるボスが 44A っていう使徒なわけか。そしてこちら、裏マップへってなっておるんで、エヴァ13号機が今回ですね、裏マップの一番奥で待ち構えてんのかなと。もしかしたらトリプルゼータかもしれんよね。ほいでからの獲得 Y ポイントアップみたいな感じかな。こう6つ封印されてて、その封印を解くとちょっと弱くなるみたいな感じかな。今回めちゃめちゃ強い敵はエヴァ13号機かそういうことか。もちろんね、隠しステージもね、あるかなって思いますけども。そしてですね、これエマージェンシーですよね。パターン、青、シトですみたいな感じ。で、敵が来たら大変だのところで出てくるのが 44A とゲンドウなんだよね。え、ゲンドウってなんか敵キャラになったんかな？どうなん？映画見てないからわからんけど、そんな感じなんかな？今回のイベント、こちら、おはじきバトルとなっておりまーす。で、ゲンドウさんおるということなんで、まずその 44A を倒したら、その強敵としてゲンドウが出てくる、みたいな、そんな感じだよね。で、ゲンドウさんも多分 Z ランクとか、ダブルゼータとか、そんな感じなんやろな。めちゃ強いんだろうな。で、これね、見ていただきたいんだけど、シンジ君がパパにアタックなんだよね。めちゃくちゃおもろいよね。親子の共演、チュドーンみたいな感じか。おはじきイベントとかプリントショットはなかなかね、Y ポイント稼げないからね。大変なんだよね。これでまた特攻いないとなかなかね、倒せないっすよね。ゲンドウさん強いんだろうな。で、こちらが13号機、強敵として出てくるやつよね。これは、カオルくんとシンジくんが、二人がね、乗るやつなんよね。こう、目のとこらへんやったかな、に二人乗って、二人で操縦するっていうやつでございます。これ映画でね、出てきましたけど、めちゃかっこよかったですよね。必殺技こちら、疾風衝突 G。これ、槍を使って、チュドーン、みたいなね。これさ、AT フィールド破壊してね、すごいな。で、こちら先ほどのログインでもらえるね、シンジ君かなと思うんですけども、これガイウスの槍を合成してやると、チューン！トリプルゼータのシンジ君ができまーす。だから今回ガシャで、このガイウスの槍を入手センターアカンということですよね。で、トリプルゼータシンジ君の必殺技、僕は僕の落とし前をつけたい言うて、そうなんや。ほいでからの必殺技はどんなん気になる？プニ前傾しなの？プニ傾しなの？どんな感じなの気になる？っていうね、そんな感じでございます。ってことでまとめると、まずトリプルゼータがシンジ君ね。で、新キャラとしてパパのね、そのゲンドウとか、あとミサトさんも出てくるし、あとアスカとかマリちゃんとかも新しいプラグスーツを着て登場かなと。あと 44A だとか、エヴァの13号機とか、そういうのもね、新しいキャラとして登場しそう。で、僕の予想ではカオルくん出る説という感じでございます。で、イベントとしてはおはじきバトル、なんか元気ドリンクとか使って倒すんかなと。最初の敵は 44A、 次の敵がゲンドウというね、そういうイベントかなと思います。で、あとですね、キャンペーンなんですけれども、ツイッターの方でですね、やっておりまして、12月13日の火曜日から12月15日の木曜日まで、だから3日ぐらいしかないんで、これね、お見逃しなく、10名様なんとですね、トリプルゼータのシンジ君がこちらもらえまーす。プニプニさんのね、公式ツイッター、まずアカウントね、こちらフォローしておきまして、で、このツイートをリツイートしたらいいということでね、フォロー&リツイートで OK でございます。もうすでに 2.7 万件のリツイート、今撮影してんのが12月13日火曜日の夜10時なんだけど、もうすでに2万7000件のリツイート、倍率やばすぎる。3万分の10ぐらいですかね、当たるのね、やばいっすね。ただ、応募しないと、
確率は 0% なんで、これはね、しといた方がいいかなと思います。で、当選発表が12月15日木曜日中です。で、配布は12月16日金曜日以降です。ということで。で、あと、ログインすると、シンジ君もらえるよと。で、シンジ君とさっきのね、槍を合体させると、トリプルゼータのシンジ君になります。ということね。こんなんも書いてますわ。ログイン日数に応じて、レイ0号機とか10連コインも手に入る。ログインスタンプがレイちゃんとか10連コインっていうことなのかな、今回ね。いや、めちゃめちゃ楽しみだろ、これ。ワイポイントなくなるまでガシャ回そうかなとか思ってんだけど。もう今年も終わりだしね、今年最後のイベントにほんとふさわしいって感じしますわ。プニプニとエヴァンゲリオンのコラボ第2弾は12月16日金曜日より開催です。最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。